行ってくる。美しい青空が広がる阪神レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。注目のオグリキャップ、十分に勝利を狙えますよ。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、ヒシアマゾン。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは14番オグリーキャップ、4番期待通りの結果を出せるか。1番人気オグリーキャップ、14番快調に飛ばして行きます。先頭は14番単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは4番早くも激しい競り合い、3馬身差、3番オグリーキャップ、ここにいます。9番続いている、少し離れてエアグルーヴ、1馬身離れて8番、少し離れて7番、1馬身差メジロドール、そしてその内を回ってヒシアマゾン。それを見るように1番外目をついて15番、少し後ろから5番6番並んでくる、少し離れて18番17番内から行く。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。互いに足を溜めている展開、果たして抜け出すのは誰だ。オグリキャップまだ抑えたままだ。各馬娘一段となって団子状態の大混戦、お互いに転戦し合っているようですね。さあここから先頭を伺うのは14番オグリキャップ、外で足を溜めています。並んでくるオグリキャップ、さあこれから坂、二側の舞台はこれから坂がある。オグリキャップ先頭はオグリキャップ、これは強い、食い下がるヒシアマゾン。残り200、オグリキャップ足色は衰える、オグリキャップリードは5馬身、先頭は変わらずオグリキャップ、オグリキャップこれは完璧な勝利です。他の追随をまるで許さなかったぞ。レジェンドレースを制しました。オグリキャップの区間賞でした。2着にはヒシアマゾン、3着に入ったのはメジロドーベル。よし、お腹が空いたな。